ヒロさん、今日の仕掛けを、はい、ちょっと、はい、そうですね、タチウオの水深、ここ今おる水深が 80m ぐらいということで、はい、その竿の方はですね、ちょっと柔らかめで、はい、1.5 オンスっていう竿と、はい、2オンスっていう竿で仕掛けを組んでます、はい、で、一つはタチウオって結構カウンターリール、はいはい、そのレンジこの辺に結構固まっておりますっていうのがありますので、うん、ありますんで、そういうのは結構分かりやすく、1台はカウンター付きのリールで、もう1台は結構ハイギアですけれども軽油ちっちゃいの、はい、この2台で使い分けながら、使い分けながらで、ジグの方もですね、はい、一応うちのヒーローアカウントのやつで出してるとのタチウオ専用のジグっていうのがあるんで、まあバランスで言えばリア重心、リアの方に重心がいってるジグとフロント重心、フロント重心にいけるジグ、この2種類の使い分けでちょっとパターンを見つけるの、やっぱ動きも全然変わって、そうですね、リア重心のジグっていうのはほぼジグがあんまり動かない、暴れない、暴れない、暴れ出さずにまっすぐ上げていってまっすぐ落とすようなイメージ、それで結構立ち寄って反応しますので、あまり動きの良い時と動かさん時の方が両極端なんで、でリア重心の時はもうまっすぐ上げてまっすぐ落とすようなイメージにしていきたいです。で一方やっぱりフロント重心っていうのはやっぱフォール重心、大きく上げてフォールで食わしていくような、その暴れ出す時にはフロントの方のこの両極端の方で攻めていって合うのを探していこうかなと。今日はそういう風に思います。今日は今日は一匹でかいのやりましょうか。今日はタマちゃんがでかい、あー釣れた、うお来た、いいやん。あ、バレた、いや来てる、はい、います。いやー、なんかもう今日タマちゃんデーになるんかもしれんですよね。広瀬さん、はい、広瀬さんが説明してる時に釣っちゃいましたよ。まあまあまあいいんじゃないですか。あまり空気読めないですよね、うん、まあ自分で自分の願いを叶えるタイプなんですよね。そうやそうやそうや。どこらで来ました？下から15ぐらいですね。下から15、はい、あ、やっぱりそうだね、やっぱそうですね。え、事前に船長に聞いてました？いや、聞いてません。聞いてないんですけど。お、来ましたか？よいしょ。おお、まあまあ、よいしょ、大きい、来ました、オブリークフロント重心の方ね、F の方やね、はい、F の方フロント重心で、はい、タマヤンが釣りました、はい。いやー、来ました、後ろ濃いメンバーです。超濃いメンバーメンバーに恵まれない。早々にヒット。どのぐらいのレンジで来ました？これ下から 10m 以内、大きそうっすか？指でいけば、子供の指やったらパーできるんで。子供の指だったらパワーできる、うん、大人の指で言うたら何分ぐらいですか？3分。あ、ハモやん、ハモ、ハモ、ハモや、ちょっとそっち、こちらに、ハモだ、ハモ、ハモだ、ハモだ、ハモちゃんになった。わ、どうなったんだ、どうなんだ、なんだ、ハモだ、ハモだ、
カモが釣れた。うわー、ふっといな、ここな。カモです。これ、だけど上からな、8メーターぐらいや。15回ぐらいのところで釣れたんだ、9メーターで。うわー、噛みってる。噛みってる。超大変だ、これ。いや、今日一番楽しめてる。カモですね、多分。いや、どうでしょう。結構浮遊感はありましたけど。上？いや、そこから5メーターぐらい上げて落としたところで。来ました。なんかいっぱい釣れてますね、今日。嬉しいですね。嬉しいですね。うわー、すごい癖がある。今日はね、これで上がってくるのがタチウオかハモかわからんというのが非常に不思議な状況です。タチウオもハモも釣れる。やっぱハモの方が釣れて嬉しいですか。いや、やっぱりめったに釣らないんで、釣れたらきっと嬉しいと思いますね。ハモです。狙いはハモです。いやいやいや、狙いはタチウオです。さあ、来た来た来た、タチウオだ。でかい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 、よいしょ、取れました。出た、出ました。ちゃんと指何本分ぐらいですか。僕の指だと4本です。ちょっと指太くないですか。標準の人とちょっと違うので、ね、僕の指のサイズで4本。僕だと指4本ですね。4本ですね。でちょっと僕をさせてください。あ、全然5本です、ね。全然サイズが違う、サイズ感違いますね。手のサイズ感違うんですけど、あの平均的にいくと指5本サイズです。個人的には指4本です。はい、で、釣れました。ヒロさん、赤ムツの時でも使ってる、はい、この新しい針、はい、ジャン、ジャン、はい、タチウオにも効く、うん、そうですね。あの一応針の特性としては、一般的にジギングで使われている針と比べたら線形、まあ、断面でいうとこの厚みがすごく細く仕上げてます。だから細く仕上げてるということは軽いで、軽いということはやっぱ魚に引っ掛けやすいし、魚が吸い込みやすい。吸い込み針とあと硬さで身切れを防ぐために弾性を使って射抜くっていうのが今回ちょっと最大のコンセプトでテスト開発してできた針がこれなんです。でやっぱり赤むつでも十分効くというのが証明できましたし、かたややっぱりタチウオ、タチウオもどちらかといえばこう結構引っ掛けて釣る釣りなん で、まあ、結構バーブレスでやってる時なんかはちょっともうすぐ潰れるぐらいの返しももうほぼ返しがほぼないぐらい、ちょびっとです。だから貫通力を邪魔する大きさの返しでもないですから、タチウオの方でも十分使えるんで、で今回ちょっと今回普段は 4-0 というのがタチウオでは向いてると思いますけども、今回一応 3-0 で作ってきました。ちょっとちっちゃい、ちょっとちっちゃいです。でも十分効くと思う、はい、もうその針とジグとで楽しかけてっていう。そうですね、もうこれがワンセットです。やっぱりタチウオもそうですけども、フックセッティングってめちゃめちゃ大事ですから、はい、そのためにもやっぱり軽くて重さで邪魔をしない針で、貫通力がいい線形の細い針を本当に初めてじゃないですかね、こういう針がジギングで出たのは日本で、はい、攻撃的やな。そうですね。僕と大違いです。一回やってみます。ジャムです。ジャム。作り手の思いと実調に裏付けられたオールハンドメイドメタルジグ、海底制圧シーフロアコントロール。あ、釣れた釣れた
ほら。ほら、でかい。うわあ、なんとダブル。これは指4本と指2本サイズ合わせて指6本超えました。これは超えました。指8本や。おかしなことになりました。タチウオに引っかかってきています。いいの？タチウオ指4本と指3本合わせて指7本なぜかトップに立ちました。これポイント高いで。これ高いやろ。いや、出ました。不思議な、初めて見ました、タチウオのダブル。重たいはずよね。えそう、やっぱ活性が高い馬です。うわ、来た。あ、ね、ほんまや。完全なプレゼントね。かっこよかったな。ジグヤしかできない釣りだから。いくらロストしても大丈夫や。コン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 ノックしてます。ノックします。あ、こっちもいた。誰が来た？誰が来た？誰だ？グチヤ。これはグチ。ヒロさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も皆さん頑張って、はい、結構釣れましたね。結構ね、よく釣れましたね。肩もまあまあいい感じで4本5本チームさんが結構釣れました。やっぱりさすが師匠ですね。ヒロさんどうでしたっけ？僕もコンスタントにアベレージサイズでよく釣れましたね、うん、結構棚が浮いてたんで綺麗に棚合わせたら釣れる感じ。やっぱり山口まで走ったら2ポイントだったら結構肩も出ますね。そうですね、やっぱりいろんなポイント、船長同士が連絡取り合いながらこの時期はここに溜まってるとか連絡取り合ってやっぱやってますから、ああやって釣れないところから移動してもあったんですね、まあ、群れでしょうね。群れで、その時の群れで全良かったですよね。2回目変わったところ、いやー、これでこの前のタチウオのリベンジできましたね。そうですね、良かった。まあ、良かった本当に。まあ、なんとかいい絵が撮れたんで。そうですね、良かったです。ありがとうございました。お世話になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ポイント高いね。これ高いやろ。